二区に、流暢館は、福井県堺市三国町にある、堺市立の総合博物館。港町である三国の自然と、歴史風土及び文化遺産を紹介する施設として、1981年11月1日に開館した。外館は、GAS セルが1879年に設計したとされる、流暢小学校を模している。1876年には、 オランダ人土木技師の GAS l l が、堺港の改修調査のためにこの地を訪れ、同じく、オランダ人のヨハネス・デレー家のもとで三国港特定の工事に着手した。1876年の三国では、オサムサイ小学校、革命小学校、オサムし小学校を統合して、新しい小学校を建設することとなり、1879年5月には、 木造5階建ての技業風建築である、龍昌小学校が竣工した。龍昌小学校を設計したのが、GASL であるとされる。龍昌小学校の1階から3階までは、吹き抜けとなっており、4階にはオランダから輸入した、ステンドグラスが明かり窓に取り入れられた。5階は防漏であり、高台にあるため四方を見渡すことができた。奇抜なデザインが評判となり、 1878年に明治天皇が北陸巡行を行った際には政府高官の井上るが建設工事の視察に訪れている。竜昌小学校は三国町のシンボル的存在であり、コウモリガサ小学校として町民に親しまれた。しかし、風雨にさらされたことで建物の痛みがひどく、1914年には取り壊された。 1973年10月に文化遺産施設準備委員会を発足させた三国町は文化遺産の保護を目的として強度資料館を建設することとし、外観は流暢小学校を忠実に復元することとした。1979年12月11日に着工され、1981年9月に竣工。10月29日に落成式及び開館記念式を 挙行し、11月1日に一般公開を開始した。落成式及び開館記念式には、GAS セルの孫にあたるジョージ AA 社夫妻、中日オランダ大使夫妻、中川平太夫と福井県知事、高見淳の妻などが列席している。初代館長は、福井県立三国高等学校で教頭を務めた、林三郎。建物は、 近代の木造西洋館を思わせる設計である。緑が丘の高台に位置しており、本館4階の展望室からは、三国港や三国市街地、白山を一望できる。館内では、北前船の大型模型や三国祭で使われただし、武者人形、流暢小学校とエッセルに関する資料等を展示し、三国と三国港の歴史文化を紹介する。三国港一帯は、 港ワシスに登録されており、当館は港ワシス三国港の構成施設の位置でもある。堺市三国、流昇館条例 ABCDEFG 松原、信行、福井県の不思議事典新人物往来者、2000年、ピアニッシモ、212から213、ABCDEF、三国町百年市三国町、1989年、ピアニッシモ。 91から93、福井県の文化財、傑作、スキモンドー福井県、2017年1月25日閲覧。三国、流昇館のパンフレットより、ありがとうございます。